おはようございます。おはようございます。本日もまたあのコレクションを紹介していただけるということで。はい、コレクション紹介です。はい、今回はですね、秋冬のワンピース。ワンピース、そう、私ワンピース好きで割とよく着るんですけど。そうですよね。そうそう、探したら思った以上にあった。多分ね、10日間全部ワンピースで着るくらいにあった。おー、かつなんでこんなん買ったんだろうみたいな。買っちゃうやつですね。なんかやばいやつがいっぱいあったんで、ぜひあのそういったものもご紹介できればと思います。ぜひぜひまずはこれですね。はい、ご存知、大好きなスタイリングのやつなんですけども、これね、しかもすごいの見て、ディリンディリン、これドワーン、すごくない？もうモンガみたい本当にこれね、割と思ってるよりも見た目に比べてあったかいの。めっちゃ生地使ってるから。かしかもね、見て見て、ワンピースやけどポケットついてんねん。ほら、これ大事、ポケット大事。あとね、やっぱスタイリングの真骨頂、着回しですね。はいはい、この紐がついているので、こんな風にダラーンと着てもいいし、ちょっと後ろでキュッと縛ってもいいし、巻いてもいいしとか、シルエット変化ができるんですよ。あとね、気持ちね、後ろ下がりっていうんですか、こうなってるから、はいはいはい、歩いた時にね、すごい綺麗に見えるの。こういう感じで女優ワンピースですね。お気に入りです。他にもたくさんあるんですか、スタイリングって。スタイリングね、探したら結構あった。春夏入れてないだけでもあるからねでこれとちょっと似てるバージョンで、赤バージョン、これちょっと薄めな素材なんだけど、こういう結構ふわっとした、こっちにも紐があって、あの形が変えられます。これのこの紐と一緒で、これもあのここ今パッカン開いてるけど、ボタンをギュッとしてあげると結構ストイックな印象で着れたりとか、ドレスなでも雰囲気ですよね。そうそう、ちょっとあのお出かけ着にもできるかなって感じ。赤つながりでもう一個いてもいい、はい、これも結構ドレッシーな、ここ結構ここがねタイトな感じ、アイラインシルエットのワンピースになるんですけども、パッカーン、あー前から見たら割とシック、はい、で後ろから見たらパッカーン、あーすごいになってます。割としっかり開いてるんですよめっちゃ開いてますね。めっちゃ開いてる。で気持ちね、ここがちょっとアシンメトリーになってる。本当や、ちょっとアシンメトリー、割とねこれも愛用してます。これは巻き巻きワンピース、あのくるくるっと巻くやつ、はい、なんですけども、素材がねとにかくこだわってる、オリジナルなんですよね。着ると分かるんですけど、ここ気になる二の腕を隠してくれるデザインになってるんですよ。折り返し折り返し折り返しで、割と結構下の方まで入るので、あの気になるところを隠してくれます。でかつこれね、デコルテすごい綺麗に見える。私の持ってるワンピースの中では一番ちょっとこうマダムっぽい感じ。巻き巻きワンピースってもともとマダムっぽいイメージ強いんですけど、私あんま持ってないけどこれだけは持ってます。でも白旗イズムを感じるのが、こんなに女っぽいワンピースを作っているのにめっちゃパッカン開いてるんですよ。一筋縄じゃ終わらないんですね。寒かったら下になんかタートルネック、色のあるタートルネック着てあげたりとかするのもありですね。で原宿巡りで着たやつですね、このパッカン、キラキラ可愛いね。長さがね調節できるんですよ。これだるっと着てもいいし、こんな感じ、いろんな着方が楽しめるやつです。上から羽織ったりとか、下にこうカットソー着たりとか、あとはね、あの古着の T シャツとかでも可愛いと思う。見て、よく見るといろんなものが編み込まれてるの。リボンがケバケバしてるからチクチクしがちじゃないですか、はい、しないんですよ。一枚で着てもしないんですよ。これがケイさんのこだわりだと思う。次はまだブランドになる前のルーキーの子が作ったワンピース見る。あ、はい、ルーキー、ルーキー、まだ実は学生さん。へえ。ちょっとお待ちください、超可愛いから、はい、次はですね、こちらになります。おお。これが実はあのまだ文化に通っている学生さんが作ったやつなの。だからまだ20歳前後の子なんだけど、なんかタイムシブルっていうイベントがあって、コンセプトが、アーカイブになる服ってとか、なんかそういう感じで、だからまだデザイナーの卵なのにそれを売るっていう、うん、でもそれをすることによって彼らを応援する。こうきくんって男の子がやってるんだけど、この生地もフランスのヴィンテージだかなんかの一点物って言ってた。こういうの一個一個自分でミシン叩いたっていうのはすごくキュンじゃない。デザインも可愛いんですよ、こんな感じ、うん、でかつちょっとね、こうアシンメトリー、横が長くなってるやつになっているんですね。こうきくんすごいね。なんかね、私が人生初のお客さんで、それでじゃあパリ持っていくねって言ったら感動して泣いてくれたの私もそれ見るとちょっとうーってなっちゃったもう一発ガーリー行く。
ガーリー行きましょうか。ガーリック、はい、ピンナっていうセレクトショップが青山に昔あったんだけども、はい、そこのオリジナル。うーん、あー、かわいいですね。そう、このふわふわした感じよね。しかもなんかね、あの洗えるのとシワになってもいいので、あの旅行とかにも持ってきやすいって言われて、あ、これいいなと思ってて、ワシャワシャした素材なんですよ。白だと結構洗うの怖いなとかって思うじゃないですか、はい、それはないんですよ。ワシワシやってくださいみたいな。レースとかも細かいの見て見て見て。あとね、このセーラー襟なんですけど、セーラー襟の端っこのこの繊細さ。あとボタン見て、オリジナルクルミボタン。手間かかってるよ、オリジナルに手間かかってるよ。今日みたいにブーツ合わせてもいいし、すごいガーリーなペタンコ靴みたいな合わせてもいいし、あとは外してスニーカーとか合わせても可愛いかも。男性的にここまでガーリーだったらデートとしてありなのか。いや、そうなんですよ、みたいな。そうですよね。どうなん、ちょっと天然少女来たよな、そんな感じしますよね。一瞬なんか、じゃああんまデート向きじゃないのかな。ガーリーは女子会でそうですね。でも本当に可愛いですもんね。ねえ、うん、ガーリー行ったからドレッシー行く、はい、ドレッシー行きましょう。ドレッシー行きますか。はい、次はこんな感じです。おー、これはラルフローレンですね。割とラルフローレンしたら意外じゃない。めっちゃ意外ですね。こういうの出してんだと思って、はい、ラルフローレンでもっとなんかこうトラッドみたいな感じがあるから、こんなドレス出してんだなって、はい、やばない、このこのピタピタ感。ドレス女子みたいな。これはでもね、そのあんまり着る機会はないから、特別な時に着る、はい、あのいいレストラン行くとか、はい、時に結構着てます。割とね、ニットなんで結構伸び伸びするから着やすいよ。ほら、あ、本当ですか。思ってる以上にほら大丈夫ですか。このポーズ大丈夫ですか。ちょっと一つ問題があって、はい、1人じゃ着れないんですよ。これボタンがあって、ここアミアミアミってなってるじゃないですか。だからいつもタムヤに頼んでます。次は今がすごくドレッシーに振ったので、はい、カジュアルに、はい、次こんな感じになりました。お、急にカジュアルに戻った。カジュアルですね。これは、ビューティフルピーポーのやつですね。寝るシャツを長くして寝るシャツワンピみたいな感じなんですけども、面白いのが、あの前後どっちも使える。前こんなんじゃないですか、はい、後ろもね同じなんですよ。襟のボタンがついてる。そう、前はボタンがくるまれてる、1ボタン。あ、なるほどなるほど。反対こっちに来てもいいし、どっちでも着れるの、はいはいはい、かつこれ全部あのボタンがここまであるから、ここまでがっすり開けてもいいし、はい、しっかり締めてもいいしみたいな。もしくは 前全部締めて後ろ結構開けるとか、はい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 、みたいな。襟とかも全部上まで閉じちゃって着てもいいし、はい、もっと開けて襟抜く、あ、はい、できても、じゃ背中結構パカーになったりとか、はいはい、いろんな着方ができるから割と好きなんですよ。確か生地もオリジナルで作ってるって言ってましたね。これビューティフルピープ生地からこだわるからね。へえ、すごい。そう、割とあとね、これあったかい素材が。次は同じ日本のブランドなんだけど、もう一個ちょっとこれは形が不思議んっていう、まあ、着なきゃわかんないちょっと待って、ちょっと待ちください。はい、次はですね、サーカスのワンピースですね。形がねちょっとね変わっているんですよ。なんかこう造形的って言うんですか確かにこうなんかフワッ、なんかフォルムがね体に沿ってるようで沿ってないというか、うんうん、ちょっと変な言い方だけどドグっぽくない。こういう感じ、立体裁断してるんだと思います。この柄もオリジナルプリントらしい、お花柄も。サーカスはね結構あの普通に見えるギミックにこだわったものが多いなっていう感じのブランド。袖通してみるとなんだこりゃみたいな。私あの着崩すの結構好きなんですけど、まくったりとか襟抜いたりとか、これに関してはもう正統派で着るっていうんですよ。そのままこのままこの面白い形を生かしたいっていう。次はやばいよ、やばいやばいよ。それを買った自分を褒めたい、過去の自分よくやったっていうはい、来たよ。あ、すごい、テンション高いの来たよ。キラキラですね。全部キラキラ、上から下までソースパンコール。昔ピーチ&クリームっていう私が大好きなお洋服屋さんがあったんだけど、そこが一部だけヴィンテージ取り扱ってて、はい、そこのやつ多分一点物なんだろうね。昔のこういうマダムが作ってもらったんだろうなって感じ。裏とか見ると結構ね縫いが甘かったりとかするんだけど、まあ、それ含めて好き。夜道で安心な感じしますね。そうだね、夜中歩いてもおじいちゃんとかおばあちゃんとか着るといいんじゃないかな誰におすすめしてるしかも背中も結構開いてる。体
形的には結構クラシカルな形、40年とか50年代とか、マカオとか奈良くんと行った時とか着てたりとか、これ着てた時はさすがにこれでブラブラ出歩くのはあれかなと思ったから、はい、ヴィンテージの T シャツを1枚上にパッと着て着たりとかした。だから下だけスカロングスカートピカピカしてねみたいな。で例えばこれに、うん、ジャケット着てあげるとかして、はい、ピカピカのボリュームを減らしてあげて着るとかもありかなと。このままもうガチでこのまま着ててもいいけど、コンビニ行くとか、そうそうそう、ゴミ出しに行くとかねたくさん着る機会はないけれども、うん、こういうのがあるだけで自分の心が潤う。これ最後ですか？これの他にもあるよ。まだあるんですか？うん、恐れ入りましたっていうラスボスがいるから。あ、本当ですかはい、ラスボス来ましたすごい、このなんかマハラジャの娘感半端なくないですかすごいんですよ、このこだわり。この花のビーズとかそうだしさ、この絢爛豪華のここら辺とかなんなの、この柄合わせとかすごない？あとね、これ一番不思議なのが、謎のところにポケットがあるの。お、なんかそう、着てて不思議だったんだけど、なんかポケットがあって、ポケットってこんな前にあるこのラインをすごく綺麗に見せたかったから、うん、ここにポケットを作ってはならぬ、ここだからこれも古着ですね。もうこれ買った自分を本当に褒めたい。結構着てます？これでもパーティーの時には着てたかな。コロナの前で結構レセプションとかあった時はガチな時は着てました。本当ですか？ウエストの時もこれ出してた。コーディネート、最後これで大丈夫いや、いいワンピースかなっていう、うん、たくさん持ってるね。でもこれだけで秋冬だけだからね。レイさん的にはどれが一番お気に入りなんですか？なんだろう、全部お気に入りなんだけど、あ、やっぱりコウキくんのやつ、柄が面白いやつですね。そうそうそう、あれはやっぱなんかストーリーがあるのと、はい、応援したい人から買ったっていうのもあって、ちょっと大事にしたいなってやつ。皆さんはどのワンピースが気になったでしょうか？ぜひぜひコメント欄に残しておいてもらえたらなと思います。あとワンピース好きとしてはここんちのワンピースおすすめみたいなのもあったら、ぜひ聞かせてもらいたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。このチャンネルではファッションを中心に私が気になるあらゆることをお届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画こちらになります。そしてチャンネル画面にベルのマークがあると思うんですけども、そこを押してもらうと新しい動画がアップされた時に皆さんにお知らせが届くようになっているので、ぜひそちらも押してみてくださいね。